リー前に超変身。ファン、期待しかないと話題。継続して髪を伸ばしていた前田だったが、7日に行われるレンジャーズとのオールドファームを前に、再びイメージチェンジ。髪の毛を金髪から青みがかったシルバーヘアに変更した。セルティックの公式 SNS がトレーニングの写真をアップ。雨が降る中でのトレーニングとなったが、復帰したミッドフィルダーカラム・マクレガーと共に前田の髪色も話題となった。ファンは、シルバーめっちゃかっこいい。似合ってる。めちゃくちゃかっこいい。ホワイトヘアだ。頼むぞ。とダービーに向けてのエールと共に、髪色についてもコメントされている。井出口じゃねえかよ。井出口かと。井出口やん。かっこいいじゃん。身勝手の極意。この中途半端な長さの時が我慢だな。最近はサイドでの起用増えているが、なんだかんだ今の日本代表のフォワードでは一番仕事してるんじゃないか。イケメン揃いの日本代表の中で割と3枚目扱いだけど、もともとが整ってるよね。たまにヘディングがつるっと滑ってるから伸ばした方がいいでしょ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。